どうもです。今日なんですけれども、以前からですね、ちょこちょこ紹介させていただいております、優秀なですね、空気清浄機のブルーエアっていう製品、まあメーカーさんがあるんですけど、北欧のメーカーなんですけれども、買ってきちゃいました。で、ここ最近ですね、黄砂が記録的に飛来しているだったり、花粉、あとはコロナと、やっぱりね、空気清浄機の需要高まってるんじゃないかなというところで、このブルーエアに関しては、フィルター性能めちゃめちゃ高いというところで評判の、今ですね、結構注目されてる空気清浄機になるので、しっかりですね、今日はちょっとお見せして、レビューをしていこうと思います。はい、こちらですね。はい。見えますかね、こちら。はい。ブルーピュア411という、ブルーエアってね、結構ね、ピンキリで、いろいろですね、種類があるんですけれども、その中では、一番ですね、安いもの。まあ、2万円ぐらいで売っている空気清浄機を今日は買ってきました。で、早速なんですけれども、まあ、性能を解説します。はい。ではですね、ブルーピュア411の性能なんですけれども、空気清浄機見るときにですね、面積どれくらいのものまで対応してるのかっていうの結構大事なので、まず見てください。ですね、22、平方メートルですね。まあ、いわゆる22平米ですね。で、畳の数にした方がわかりやすいと思いますけれども、13畳までお使いいただけるとなってますけれども、大体ね、こうなってきた時には、ちょっと余裕持ってみた方がいいので、まあ、例えば8畳とか、9畳ぐらい、落としたぐらいの部屋のスペースで使った方がいいと思います。で、なので、この製品に関しては、まあ、一人暮らし、まあ、あと一部屋に対して使うような、空気清浄機だなっていうところで認識していただければと思います。で、また、音がね、後で実際にお見せします。まあ、運転してみますけれども、17から46デシベルなので、まあ、弱のモードだとね、すごい静かだと思うんですが、マックスにすると46なのでそこそこうるさいんじゃないかなという感じはしますね。あとこれね、特徴としては、カーボンフィルター入ってるので、消臭機能付きです。で、これもね、結構空気清浄機見る上では、大事なポイントになるので、確認していただければと思います。電気屋さんとか行った時にね。で、これの製品の特徴なんですけれども、まあ、円柱状の空気清浄機になるので、360度、吸引して効率よく空気清浄を行うとなっております。で、またね、フィルターの性能がね、結構高めです。0.1 マイクロメートルって、これどういうことかというとですね、一般的な空気清浄機に搭載されているヘパフィルターが 0.3 マイクロメートルまでの、微粒子をですね、キャッチできるというフィルターがついてるんですけれども、これ 0.1 なので、3倍ぐらい優秀だというところです。ちなみにウイルスがだいたい 0.1 マイクロメートルぐらいなので、まあ、歌ってはいないですけれども、まあ、普通にこの粒子が取れるってことであれば、ある程度ウイルスもキャッチできるんじゃないかなというようなフィルター性能を備えた製品になります。じゃあですね、早速ですね、こちら開けていって中見ていこうと思います。はい、じゃあ箱から早速出していきます。外箱ありますね、ちゃんと。はい。はい、こんな感じになってます。まあ、こういうね、円柱状でね、割とおしゃれなんじゃないかな、という感じはします。で、これで開けて。はい、まず取説と保証書が入ってますね。はい。さあ、楽しみですね。ですね、中身です。あ、なんかね、わかるわかる。これね、外側がこう吸ってって上から出すっていうタイプなんですけれども、こう触ったらね、もうフィルターを感じますよね。円柱状のフィルターになってて、もう一気に吸って上に出すと、これなんかちょっと汚れそうな感じますよね。カバーにホコリがつきそうな感じはするんですけれども、まあ、これで吸ってくっていうタイプですね。どうですかね。まあ、おしゃれですよね、円柱状で。なかなか日本のあれとはちょっと違う感じかな、っていう感じはします。じゃあ早速ちょっとね、動かしていこうと思います。はい、じゃあですね、早速運転をしていこうと思います。こういう感じっていうか、めっちゃ軽い。めちゃめちゃ軽いですね。で、ここをね、押すと、これで弱。
ほのかに風を感じるんですけど、音はね、弱で使うと、なしないっす。何もないっす。すげえ静か。まあ、寝てる時とかいいかもしれないですね、これ。チュー。あ、すごいね、こう、吸ってるのがすごいよくわかるので、どうなんだろうね。例えばテーブルのさ、こことかに置いとくと、まあ、全部から吸うので、まあ、いいかもしれないですね。で、音はね、まあ、気にならない程度かな。少しありますけど気にならない程度かなっていう感じはしますね。聞こえます？これが強ですね。一番強いモード。すごいね、掃除をしてるなっていうのは、めちゃめちゃするんすけど、なかなかの音がしますね。風はめちゃめちゃ出てますね。まあ、こんな感じですね。まあ、でもね、性能はいいと思います。で、これなんですけど、フィルターを丸ごと取り替えるんですよ。で、なんかね、ここを回すって書いてますね。あ、これで簡単に外れるんだね。で、ここで回して、あ、もう、あ、こういう感じなんだね。ここがフィルターになっているので、そうそうそう、これで取り替えるっていうだけなんですよ。で、フィルターの交換が、半年に一回になります。で、簡単にね、やっぱフィルター取り替えれるのっていうのは非常に利点だと思います。わかりづらいじゃないですか。なので、これで簡単に取り替えて、いつでも、お部屋の中を清潔にできますよっていう感じ。で、フィルター自体は確かね、これ3000円ぐらい。で、まあ売ってます。普通に売ってるので、買えれるということと、ここがね、なんか赤く光ると、替えのタイミングだそうなので、これで買えるというだけの、すごくね、まあやっぱり、ブルーエアの中でも一番安いモデルなので、なんというか、シンプルですよね。今みたいになんかアプリを落としてスマホと連携させてとかそういうのは一切ない。ただまあ、消臭もできて、性能もそれなりにいいんじゃないかなっていう感じはしますね。うちダイキンの空気清浄機とかも使っているんですけれども、いいんじゃないかなっていう感じはします。はい。ではですね、この製品、まあちょっと今日使ってみて、まあまとめではあるんですけれども、まあおすすめな理由としては、まあ北欧のまあ人気ブランドです。で、今結構ね、売れてるメーカーのもので、すごくおすすめだと思います。で、フィルターの性能が非常に高いと。まあ、通常の、まあ、大体ヘパフィルターの3倍ぐらいの、フィルター性能があるというところで、非常にいいということと、あと、消臭機能付きなので、おタバコ吸われてたり、あと、ペットをいるようなお宅で使うのも非常にいいんじゃないかなっていう感じはします。で、この製品に関しては、完全に一人暮らし用ですね。8畳とか。救助とか。まあ、それぐらいの、ワンルームで使うことを、目的に作られている製品になります。でですね、これなんで今紹介してるかというと、特価なんですよ、今。で、楽天でね、12,000円で売ってるんですよね。2万ぐらいの製品なので、半値ぐらいで今売られてて、非常にね、お買い求めしやすいんじゃないかなと思います。今日ね、ちょっと、写真だけのイメージだと、なんかもっとこう、メタリックな感じなのかなと思ったら、なんかすごいね、シンプルだよね。ここにね、普通にフィルターがいるとは僕は思わなかったな。あ、こういう感じなんだっていうのが非常にね、わかりました。で、めちゃめちゃ軽くていいんじゃないかなと思います。はい。ではですね、この動画が参考になったなって方は、いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ、これは使っていこうと思います。はい。